北島康介、北島康介、北島康介、1982年9月22日体は日本の元競泳選手。アテネオリンピック並びに北京オリンピック100メートル平泳ぎ、200メートル平泳ぎの金メダリスト。妻は元カールネクストドアの戦車。日本コカ・コーラ所属。身長178センチメートル。 体重7 2ラム、血液型は B 型。東京都荒川区出身で、実家は、西日暮里にある精肉店、肉の北島、株式会社北島商店を経営。文京区の区立仙台儀小学校、文林中学校、本郷高校、日本体育大学体育学部体育学科卒業。大学卒業後、日体大大学院に進んだが、 選手活動に専念するため2006年に中退。5歳から東京スイミングセンター、東京 SC で水泳を始め、中学2年生の時に東京 SC のコーチ平井則正さんに才能を見出される。高校3年生で2000年シドニーオリンピックに出場し、100メートル平泳ぎ4位入賞という日本新記録を果たした。 2004年アテネオリンピックと2008年北京オリンピックにおいて100メートル200メートル平泳ぎで金メダルを獲得し、オリンピック史上初の平泳ぎに大会連続2種目制覇を果たすオリンピックに大会連続2種目制覇は日本人史上初である。また、個人メドレーで日本記録を保持していたこともある。2005年度から日本オリンピック委員会が始めた。 選手強化キャンペーンのシンボルアスリート制度を用いず、2005年4月から日本コカ・コーラと所属契約を結ぶことになり、スイミングキャップやレーシングゴーグル、水着にコカ・コーラのロゴを入れて大会に出場する。2011年4月からはアックウェリアスのロゴを入れて大会に出場している。競技生活を仕事とするプロ選手である。北京オリンピックまでは、 東京 s c を拠点にトレーニングしていたが、休養から明けてトレーニングを再開した2009年9月以降は南カリフォルニア大学を転としていた。ロンドンオリンピック後は拠点を日本国内に戻した。2012年12月31日、ガールネクストドア、当時の戦車との婚約を発表。翌年9月22日に婚姻届を提出したこの日は、 北島の31回目の誕生日でもある。2014年6月27日、東京都水泳協会理事に就任。現在は株式会社、インプリント、インプリント、東京都渋谷区の代表取締役社長を務めており、東京都内の公共プールやスポーツクラブのプールを貸し切りで利用するスイミングクラブを設立している。2016年4月8日、 日本選手権権リオデジャネイロオリンピック代表選手選考会の男子200メートル決勝で5位となり5大会連続の逸話出場を逃したことを受けて自分は引いてこの後世界で戦う選手を応援したい悔いはないと語り現役引退を表明した2018年6月22日東京都水泳協会副会長に就任ここに掲載するのは 長水路大会のみ。ここに掲載するのは、個人種目のみ。北島は、スピードの水着を好んでいたが、所属していた東京スイミングセンターが、アレーなブランドの日本国内でのライセンシー、実施権者であるデサントと親しかったため、個人の広告活動の解禁まで、アレーな性の水着を使用していた。アテネ五輪の年から、スピードの水着を使用したが、 そのライセンシーだった水野が独自水着の販売に踏み切ると、水野との契約を続けた。2008年、三井物産とゴールドウィーンが日本ライセンシーとなったスピードが新型水着、レーザーレーサーを発表し、中村玲子、アシックスと契約は新型水着を試したが、北島は水野製の水着を着用し続けた。また、2008年5月18日に、 東京タツミ国際水泳場で行われた競泳総計戦にオープン参加した時、北島は日本選手権用の旧タイプ水着を着用した。試合後のインタビュー会見を開いた。その時に例のスピード新型水着に関して質問が集中するなどメディアが騒ぎ立てる水着問題に対して北島は正直言ってうっとい、うっとうしいですね。 もっと違った形で水泳に注目してほしいと、珍しく、苛立ちを見せた。2008年6月、ジャパンオープンでは、英語で、I am the s w i m m e r 中国語で、是我が在遊泳と書かれた T シャツで、プールサイドに現れ、水着騒動に、泳ぐのは僕だと主張して、一石をじた。この大会では、途中まで、水のせいの改良型水着で、タイムが伸びなかったが、 レーザーレーサーを着用して世界記録を更新した。6月11日、公式サイトで北京オリンピックではスピードの水着を着用しようと思いますと表明した。なお2012年に入り、かつて通ったスイミングクラブ経由での契約関係にあったアレな陣営に今度は自らの意思で再移籍し、ロンドンオリンピックを含む2年契約を結んだ。 柴田愛がデザントを退社し、同社がこれに代わる広告等を求めていたこと、水野が経費削減の一環として、日本人では社員である、寺川寮を全面に押し出す戦略を取ったことなどが影響した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。